皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もドラゴンクエストヒーローズ2遊んでいきましょう。前回ですね、橋の門番を再結成させて橋は開通するかな。お、戻ってきた番ね。おかげで相棒を連れ戻すことができた番。チェ、まんまと連れ戻されてしまったまね。こんなところ退屈でしょうがないまね。まあ確かに。まあこれからは相方を見習って真面目に仕事するんだな。まあでもこれが仕事と呼べるのかどうかっていうね。さあ今回はね、ちゃんと橋を架けてもらいましょうか。任せておくばん。さあ相棒、早速やるばんよ。はあ、仕方ないまでね、やってやるまね。我ら万人の力に応え、道を作りたまえ。いでよ幻の橋。なんすかね、これを出したり消したりするためだけの係ってのも嫌だね。これでようやくクレティアへ迎えるな。ここのところ、この先の魔族の森の様子がちょっと妙な気もするばん。くれぐれも気をつけるばんよ。向かっていきましょう。こっち。バトルステージ。魔族の森。恐ろしい魔物たちが住まうという魔族の森にやってきたテレシアたち。目指すクレティアへ向かうには、この森を抜けていくしかない。心して進もう。ここはその魔族の森。オイラあんまり進みたくねえぞ。向こうから嫌な匂いがプンプンしてくる。まあどっちみちここを抜けるしかない。思い切ってガンガン進もうぜ。なんか強いボスキャラ的なものがいるのかどうか。やめなさい。サミダレ斬り。こいつ懐かしいな。名前忘れたんだけども、ピンクモーモンのモンスターコイン。力の歌を歌って攻撃力を上げてくれる。さあフルボッコ、フルボッコタイム。んでね、ここ迷路っぽくなってんですね。あやかしそう。こいつらを倒してコイン。怪しい影。しばらくの間呼び出した者の背後にとどまって闇の炎で援護してくれる。使っていきましょうか。カイ君とベビーサタンのコイン。不思議な煙で呼び出した者の体を小さくし、しばらくの間あらゆる攻撃を当たらなくする。あらゆる攻撃を当たらなくする。相当強そう。でこっち、敵の大群がおるよ。こいつはさばいて、ピンクモモン。そしたらね、どっちだ。こっち、こっちじゃないの。いけないよ。そこに宝箱となると、でっかいのいる。人面樹かな。よし、かわしてこう。ロックはできない。よし。こっちか。こう入って、待ってね、そこは、こっちは何もない。
こいつ敵か。デイン落とし、オルネーゼちゃん、山田さん、いやこれね、山田さんが強すぎんだよ。こいつは結界、あの結界を作った魔物がこの辺りにいるはず。そうね、まあ皆殺しにしてしまえば OK でしょう。雷光山、あとはね、ちょっと待って、トルネコちゃんで回復。あとね、そっち、この上に宝箱、こいつかな。よし、なんと結界が消え去った。なんとでね、こっちが行き止まりなんで、いや待て、うん、これはね、ダークソウル3でだいぶ嫌な目にあったからね。どうしようかな、切っていくか。うん、判定はない。こいつは、ちょっとたぎってから、うん、これもセーフ。多いな。うん、これは、これもセーフ。これも嘘。ってか当たり率高くない。これもで、最後にこれだよね。これ絶対怪しいもんな。ん、あ、こっちか。ん、なんすか、なんすか、これかな問題は。あ、だよね。それまずいでしょ。よし、瞬殺で回復して、よし、行くよ、行くぞ。バブルスライムのコイン、しばらくの間毒の効果から守ってくれる。ダークソウル3のあのミミックはね、あいつは怖かったな。すごいヒョロヒョロな体型の癖してめっちゃ強いんだよね、回し蹴りが。なるほど、ここで毒無効化して、了解なのだ。これね、あのインタラクトの判定がね、すごい微妙なんだよね。よし、さあ取って、こっち行こうか。で、大群モンスターパーティー。相変わらず落ち着きがないな。順調な時こそ慎重になるものだと。はいはい、二人とも相変わらずね。じゃあガンガン慎重に進んだわ。
で、消え去った。ちょっと待ってね。こっちは他には一番そっちに行けるっぽいんだけども。そう、そこの最奥。うん。ここに、宝箱。でね、下に行ったな、一人。雷光山。踊ってしまった。タックル。で、ちょっと回復して。まずい、毒まずい。よしと、無効化し。で、行きましょうかね。さっきのとこ。こっちか。まずはね、行き止まりを潰していきたい。なんだ？弓矢部隊。毒矢頭巾。まずは連中をさばいていきましょう。こいつらダメでしょう、ボケども。こうするよ。よし、まだいんのか。誰も行くぞ。ちょっとホイミ使って、よし、ちょっと待って、壺いっぱい。ほい、よしと。いっぱいな、しかし全員殺していきましょう。バチンして、氷河山。この連山が強い。とね、キングスライムのコイン。プニプニの体を生かして体力が尽きるまで戦ってくれる。ね、そっち側の突き当たりは行ったかな。行きましたね。となったらこっち呼んでおこうか。こっちは何にもない。こいつは、そう、こいつはこうじゃ。で、踊ってしまう。で、溶岩山を使っていこう。ラッシュボーナス。あとは多分こいつかな。あ、来ましたね。そしたらバーっと行って、こっちなんか密度すごくない？あのマップ見て、めっちゃ真っ赤っかなんですけど。こういう時はね、やっぱ山田さんかな。毒の沼。
と急いで渡ればどうってことないさ。覚悟を決めていくぜ。まあ、さっと渡るっつっても限界があるよ。ちょっと待ってね。最善を尽くせ。全ての攻撃は当たんない。ただ毒は当たります。よし、取った阿波尾くんで、ここに入っていって、なんだ爆弾は？グレートロック、こいつがボスキャラか。で、毒矢頭巾が来る。氷河山、でね、ちょっと待って、切れた。腐った死体のモンスターコイン、この人も体力尽きるまで戦ってくれます。毒まずい。よし、で使って、ちょっと待って、このリリパッド的なやつマジでうざい。毒矢頭巾、こいつは、よし、でちょっと回復できません。してくれた。テンション上げていきましょう。こいつ何もしてこないんだけど。結界が消え去った。よし、でね、これ最後に勝手に発動しちゃいますね。ボタンを押してなくてもギガスラッシュで、誰もいません。で、ちょっと回復して、で、ゴール。よしよし、みんな誇るがいい。我らの勝利だ。早速森の洗礼を受けてしまいましたな。我が輩はちっとも怖くなかったぞ。この先森の奥へ行けば行くほど厄介な魔物も危険な場所も増えてくる。で、スキルポイントはこんな感じ、アイテムはこんな感じ。今回のお金がうまいわ。銭がうまい。で、次のバトル、いや、その前にスキルを使っていきましょう。 HP のさらに底上げができますね。12レベルで解禁。よしよし、と次、これはね、必須かな。ゼザールはもう取ってある。イオ、どうしようかな。イオ使っていきましょう。とね、トルネコさん、この人も、よし。んでね、あとは山田さんに意を装備、これで OK かな。これでいきましょう。ネクストバトル。